ニカラグア、カリブ海のミスキート諸島から望む夕日。ミスキート諸島は、ニカラグアの北カリブ自治地域に属する陸地面積27平方キロメートルの群島である。ニカラグア北東沖のカリブ海に位置する。76の島が属し、うち12の島は植生に覆われ、白い砂浜がある。加えて、群島内には三角港、三瑚礁、キー、モバ、小島も見られる。 37平方キロメートルに広がる、この多島海の中で最大、最重要の島ミスキートキー。スペイン語にカイオミスキートは別名をカヨマヨールという。主要なキーは他にマラス、ナサ、モリソンデニスと呼ばれている。78件あるニカラグアの自然保護地域の一つ。2001年にはラムサール条約に定める国際的に重要な湿地帯に登録された。 また、熱帯紅葉樹林の保全すべき生態域として、コロンビアの島々と共に、世界自然保護基金より、カヨズミスキートス産、アンドレスプロビデンシアモイストフォレスツの指定を受けている。ありがとうございます。